はい、ガレージライフの高橋直樹です。世の中 EV シフトということが、囁かれてはおりますけれども、ただね、最近ここに来て本当に完全に EV にひっくり返るのかっていうところが、疑問視されてきてる声が上がってきております。今日はその EV シフトで何が起こっているのかという状況をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。EV シフトということで、世の中の車をできるだけ電気自動車にしていこうという流れ、カーボンニュートラルとか脱炭素社会ですね、まあ、そういった中でですよ、逆にこの EV 化することで環境を悪化させてしまってるという現状があるわけなんです。この EV シフト、その環境等のこうのよりもですね、その EV が普及しているヨーロッパの方ですね、休日なんかにはやっぱ皆さんお出かけするわけですよ。そうなると、やっぱり EV ですから充電しないといけませんよね。そこでその充電施設がすごく渋滞が発生してしまったりと、充電待ちが発生しているということと、あとやっぱり電気で走るんで、電気代ってどうなってるのかというお話なんですけども、これがまた月10万超えとかっていう状況がですね、出てきております。そういった状況の中で、まあ、特にですね、ノルウェーという国はこの EV 電気自動車がですね、その普及している割合っていうのが、まあ、世界で一番普及してるんですね。まだまだ完全に 100% EV っていうわけではなく、例えば PHEV ですね、まあ、そういうのを含めると9割ほど、それぐらいの割合なんですよ。ノルウェーはその EV シフト化ということでですね、まあ、世界をねリードするということで、国の対策としてね、まあ、政治ですね、で急速充電施設を、頑張って増やしていって、だから購入する際には、まあ、当然補助金を出して購入を促したりとか、まあ、日本もやってますけれどもね、自動車を買うだけではなく、自動車関連に関して全てと言っていいぐらい免税したりといった優遇を、国の対策としてやってきたんです。そういったね、ノルウェーの国策で EV、 つまり電気自動車に乗る方が絶対得ですよというような、まあ、刷り込みじゃないですけど空気感ですかね、まあ、そういうのをどんどん作り上げていったんですよね。ということで、その EV 化を牽引する国となってきたわけなんですよ。ただね、 EV 化にそこまで国の資産を投入するとなれば膨大な金額になるわけですよ。充電施設のインフラにしろ、充電器結構高いですからね、意外と。でどんどんあれ悪くなってきますから、車の性能が上がっていくと今度は充電器の性能も上げていったりしなきゃいけないということも実はあるんですよね。でそれが壊れるとまた新しいのを付け替えなきゃいけない、まあ、インフラが整えば整うほどそういったことが起きてきます。でしかも駐車場にしても EV だったら無料でいいですよっていうぐらいですから、まあそこまで国の財政を投入できる財源ですよね。ここってじゃあどうなってるのかという話なんですよ。でそこが一番今回のポイントと言いますかね、これはちょっと、まあ、闇と言っていいぐらいのお話になってきます。そもそもそのノルウェーっていう国は資源が豊富なんですよ。そこにちょっとポイントがあるんですけど、また後ほど、これはお話ししたいと思います。で、ただそのノルウェー自体のエネルギーをどうやって作ってるかというと、まあ、100% ではないですけど、ほぼ 100% に近いぐらい水力発電に頼っていると言われております。それプラス、風力発電ですね、まあ、それを考えるとですね、まあ、ほぼその自然のエネルギーに頼ってるというようなことになってきますよね。ただ、さっきも言いました、実はノルウェーすごく資源に恵まれているということなんですが、北海油田というものを持ってるんですよ。世界で見てもトップレベルの産油国なんですよね。じゃあノルウェーって、じゃあその油田どうしてるのかと、エネルギーはその水力発電とかね、もう使ってるということで、なぜその油を使わないのかという話になるけど、ノルウェーってさっきも言ったように自然が豊かで、原油ってイメージがあまりないということもあり、今ヨーロッパの国の中でもですね、自然エネルギーを使うっ
ていうイメージを、そういう人々のマインドかもしれないし、あとはさっきそのやっぱりクリーンなイメージがある、自然エネルギーを使うっていうイメージがあるので、ノルウェー自体でたくさん石油とか、まあ、そういったガスなんかね、まあ、取れたりしてもですよ、 CO2 をたくさん出す火力発電に頼ってしまうということになるので、そこはやっぱりやりたくないっていう風潮があるということなんです。それだけの資源を持っています。で、自国で使わないとなれば、当然それはしっかり輸出されております。石油とか天然ガス、そういうもので国の利益を生み出します。持ってるものね、ただ寝かさないで売って国益するのは、それは悪いことじゃないですよ。悪いことじゃないんだけど、それはどこに使ってるのかという話になります。ノルウェーの国を挙げてそのお金を EV 化に使ってきたわけですね。でもですよ、ノルウェー自体がそういった石油とかガスっていうのを輸出するということは、他の国で当然その資源を使って火力発電って行われますよね。あとはその石油製品を使った商品の開発、もしくはね、やっぱりガソリンとかそういうものですよね。それを使うということは、おのずと CO2 って発生します。そこであれって思うのが、ノルウェー自体はクリーンなエネルギー使ってますよっていうことなんですよ。そのノルウェー自体の国で CO2 が発生しなければ、それはいいのかという問題になってきますよね。ノルウェーの国を挙げての EV シフトにかかるお金っていうのは、輸出で稼いだお金を EV 化に割り当てているというお話をしましたけども、国が EV 化を進めるにあたって、 CO2 を例えば1トン減らそうとした時に、石油を100バレル以上稼がないとできないというデータがあるそうです。じゃあその100バレルの石油っていうのはどれくらいの CO2 を排出するのかというと、実に40トンの CO2 を排出されていると言われております。あれおかしいぞということになるじゃないですか。だから結局はノルウェーの国で CO2 を1トン減らすためにですよ、ノルウェー以外の国で CO2 を40トンも増加させているということになるんです。その CO2 を減らそうというか、カーボンニュートラルに関しては世界全体のことじゃないですかね。世界全体で減らそうとしてるんだけれども、ノルウェー自体はね、減らしてると言っても世界全体で見ると逆に増やしてるんですよ、 CO2 を。環境問題っていうのはね、僕も前々から少し言ってるんですけど、やっぱ環境っていうのはどうもこうよく聞こえるじゃないですかね、いいことしてるなっていうこと。ただその裏にはですね、環境っていうそういった素敵な言葉の裏に隠れて、それはただビジネスが大きく動いてて、例えば政治とかね、そういった国益とかそういうものがすごく大きいんだなっていうのがですね、思いますね。つまりそのヨーロッパっていうのは、その EV を導入すれば導入するほど、逆に地球全体で考えると CO2 っていうのはその何十倍も出てきてるということになるんですよね。しかしただ、さすがにここに来てそういうのに気づいてしまったっていうか、もうどうにもならなくなってきたなっていうことがですね、起きてきてるんです。ちょっと前もですね、 EV シフト化が失速してきてるなっていうお話をしたんですけれども、実はそのヨーロッパの中でもあれだけ火力発電とかそういうのに反対していたところがですよ、石炭の需要っていうのがね、またこう増加傾向にあるようなんですよね。カーボンニュートラルを始めようって先に言い出したドイツでも石炭火力発電を頑張ってやっていかなきゃなっていうところもできているというお話、ニュースが出てきております。当然って言えば当然なんですよ。クリーンエネルギーと言われているものですね。例えば風力発電なんかは、まあ、確かに風が吹けばいいですよ。風は吹けばいいんですが、こればっかりはね、人間がどうにもできませんからね。風が吹かないときはどうにもなりませんし、あと太陽光発電ってあるじゃないですか。あれはね、日照時間にも左右されますよね。あと雪が降る地域ではあまり効率は良くないとも言われてますし、あれが壊れてしまったら、あれ廃棄するのどうするんだろうっていう話も出てきておりますし、はい、そういうこともあってね、この天気を待つっていうだけのエネルギーっていうのは
ちょっと危険かなということで、ただそれがドイツが 30% ちょっとぐらい、まあそういうものに頼ってるんですよね。脱炭素、率先して、やってきたドイツなんですけども、行ったらすぐやるって言った感じで急速に進めてきましたよね。例えば脱原発を、すぐ進めたり、じわじわと様子を見ながらっていうことではなく一気にやってしまったことで本当に電力不足に陥ってしまったと。しかもそのクリーンエネルギーも結構ね技術が必要なんですよ。まあさっき言ったその太陽光発電にしても、まあ、技術次第で効率が良かったり悪かったりするわけで、そういった技術がしっかりしてないうちに脱原発とかそういうものを進めていってしまったために電力不足に陥ってしまったと。日本でもその原発がいいか悪いかっていう議論って、本当に二極化してますよね。本当になくそうっていうことと、まあちょっとあった方がいいよっていう方、まあそういう方がねいますけども、僕はどっち派でもないんですよ。まあずるい話なんですけど、ただドイツの場合はそこをね、様子を見ながらではなくてすぐ原発を真っ先になくしてしまったということで、まあこのようなちょっとエネルギー不足に陥っているということになりますので、ということでね、また石炭火力発電っていうのも、ちょっとまた盛り返してきたというお話なんですよね。石炭火力発電って何なのっていうお話なんですけど、発電効率が低いんじゃないかとか汚染物質が多く出るんじゃないかっていう、そういったイメージがあるんですけど、それはやっぱりその施設のしっかりしたものがないとできないわけだから、日本の、石炭火力っていうのはもう最高のクリーン技術を持ってるわけですよ。だから日本はですよ、そういったものをですね研究して悪者にされてきたものをちゃんとした技術を持ってクリーンな技術にしていこうっていう研究をずっとしてきたわけで、ドイツだけを悪者にするわけじゃないんですけども、まあ、そういったクリーンエネルギーだけを頼って脱原発にして電気不足に陥ってしまったとか、目先のところだけで追っていった結果そういうことになってしまっているということで、でそこでただその今石炭火力を使っていこうっていう話になった時に、今まで開発してきていなかったところを使っていくわけですよね。今から開発していかなきゃいけない、今から頑張っていかなきゃいけないっていうところで、この技術の向上に関しては手を抜いてしまっていたわけなんですということでですね、 EV 一択っていう考えをしているところでは EV シフトと言ってる中で、実はみんな減らそうとしている CO2 っていうのが今現状では残念ながら、そういった状況になってしまっているということになりますので、まあ、今後ですね、またエネルギーが見直されてですよ、石油は石油で、いやちゃんと有害物質が出ないような、まあ、それこそ日本のエンジンなんてすごいじゃないですか。それに、モーターを組み合わせたり、まあ、PHEV みたいなものをユーザーに合ったものをユーザーがしっかり選べるような環境になればなと思っております。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にカレッジライフを楽しみましょう。それでは。